はい、皆さんこんにちは。ドットコムドットコムです。マグネット2千本ノックパート59です。じゃあ続きやっていきますね。相変わらずですけども、これね、思ったんですけれども、これただ単に放置じゃ多分ダメだと思います。多分穴に落ちると思うんで、っていうか判定的にちょっと厳しいかもしれない。どうなんだ、やっぱ落ちるんですよね。今ちょっとマグウサギで試してみたんですけど、さあどうしようか。ちょっと待って、最初引っ張らない方がいいのかもしれない、逆に。おぉ、ちょっと待って。やべ、挟まれる。OK。どうしよう、これ。結構、これ難易度高いよ。そういう意味では。ちょっと待って、後半が危ないんだけど。後半も一旦乗っけたいんだけど、ちょっと待って、鉄球が邪魔っけだな。ちょっと待って、これ手間かかるぞ、これ絶対。おっとっとっと、ちょっと待って、どうしよう。後半が乗ってくれないんだけど、もういいや。先にこの2つだけ運びますか。どうしようかな。とりあえずミソは、最後のどこのベルトコンベアにきちんと乗っけてか。もとで最初からその方がやった方がいいんじゃねえの。で、うちはちょっとこの辺にいて、一番最後だな。一番最後の後半が厄介かもしれない。球かな、結構やっかな。あれ、鉄球出ちゃった。おっとっとっと、ギリギリセーフだな、判定。この方が良かったですね。何やってたの、これは。529。お？自動って言うけど自動じゃねえよ、これ。自動で落ちるの間違いじゃないのか。多分最後の1個だけは引くはない。これで大丈夫かな。これでいいですね。530。これまた厄介なステージだな。爆弾が1個あるから、そこだけ注意して。男爵なんでこんなとこ引っかかるし。ちょっと待って。急げ急げ。急げ。わ、ちょ、男爵、男爵やめろ。おや、ちょっと待って。お、やべ。いや、難易度高いな、これ。あ、ちょっと待って。冷静に冷静に。ちょっと待ってよ。それでちょこちょこ押してく。それであと引っ張る。 OK。 ちょっと危なかったね。531。これをやることはもう明白ですけど、鉄コンモリの猛攻に耐えられるかって話ですね。こういう時に鉄コンモリがこういうとこいられるかすごい困る。ちょっと待って。ああ、難しいな、これ。あー、ちょっと待って、待ちやがれ、待ちやがれ。
ちょこちょこやってた方がいいかもしれない。ちょ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 まちょ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 ま。やべやべやべ、おお危ねえ。ああ532。なんなの今の。ちょっと待って、まずまとめようかな。ちょっと待って、鉄コウモリほんとうざったい。鉄コウモリは最大の敵だな、そういう意味で。よし、これでまとまって、これどこら辺に持ってった方がいいんだろう。持ち場所に注意しないといけない。だだー、おー止まった。まずここだよね。で、あとはここで引っ張るだけですね。入ってきたー。533。マグネット。こういう風なデザイン系のステージはいいですね。だけどさ、かなりやらしいところにあるのが多いんだけど。ちょっとね、これ下手したら積みそうだな。で、ちょっと待って、反発パネルがないのがすごい厄介だな。積んじゃうよこれじゃ。大飛剣があればいいんだけどな。ちょっと待って。で、一個くっつけといて。なんかやらしいなこれも。何これ、すげえやらしいな。あ、ちょっと待って、積んじゃうよこれじゃ。2つ固まって、めんどくさいな。しかも結構運び損ねてるからな。あ、ちょっと最後か。無事に行きたいな。危ない。ちょっと判定がまずいな、これ。ちょっと待って、これ無理じゃね。あ、いいセーフだった。ひえー、これやだな。534。とっ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 と。うわわわわわ。怖い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 。怖い。あれ？アウト。で、これが一番怖いんだけど。おー、だだだ、おー、おー、ちょちょちょ。あと1個だけ、あと1個だけ、どこに持ってこう。おおお、怖え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 って。ちょっと待って、あとは耐えるだけ。 OK535。 多分今回これでラストかも。ちょっと待って、とりあえず反発パネルの上に乗っていけばあとは苦労しない。それで次だな。問題が普通に引けるかどうか。ここで、あ、まあ、理科士大丈夫か。じゃあここで切りますか。時間的に次行くにはちょっと厳しいな。はい、じゃあちょっとここで行きましょう。マグネット2000本のパート59以上になります。
いやー、なんか今回もすごい辛いステージが多かったですね。まあそうですね、536なので686、残り314か。314か、いいね。いや、何がいいかわかんないけど、まあでも、そうですね、気づいたら残り3分の1切ってますから、そうですね、この調子で、この調子でってもね、やっぱり大体パート90ぐらい、80か90ぐらいいくんかもしれませんね。まあ、まだまだ先は長いですけれども、これから頑張っていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。